12月8日の金曜日、今日一日はですね、東京市場、チャレンジングショックと呼ばれるですね、日銀の植田総裁の国会での発言をですね、極めて過敏に反応した円高ショックという形になりました。冷静に見ますとね、別に植田総裁は金融政策についてチャレンジングなことをやろうと思ってるなんてことを言ったわけではなくて、日銀として業務運営全般の質問に対する答えで、チャレンジングっていう年末、それも年末から年始にかけてっていうような話になったので、次のですね、日銀の12月の18日19日、予定されている金融政策決定会合でのですね、マイナス金利のをゼロ金利に戻したりとか、イールドカーブコントロールを撤廃するだとか、そういう可能性に対してですね、言及したかのように受け止められたということもあるんでしょうけれど、私は一言で言うと、このチャンネルずっと見ていただいている方はご理解いただけると思うけれども、私はずっと150円つけて151円92銭までまた行ったりもした時もですね、基本ドルのインデックスは高値取っていて2番天井取っているので、ドルインデックスが伸びない以上ドル円だけが伸びていくってことはおそらくないと思うと、おそらくドルはピーク打ってると思いますということを、ずっと申し上げていたんですけれども、それでも長きにわたってですね、149円ぐらいでですね、張り付いたかのような相場で、アメリカの金利がちょっと下がったぐらいじゃ円高なんかなることはないよっていうような意見がだんだんまた出てきてですね、いた中で、結局ドル買い円売りポジションを持ってた人たちがですね、もういよいよじれている中に、このところ147円を瞬間割れたりするような局面があって、警戒感が高まっていた、そういうタイミングでチャレンジングショックと呼ばれるですね、植田さんのお話があったことで、一気に火を吹いてですね、手仕舞いに走ったということになったんではないかと思います。でも一言で言って、今日つけた141円台っていうのはですね、目先ちょっとこれは一つコツンと来てるっていうことで、ここを超えてどんどん円高にこれからすぐに進むってことはないかと思いますね。そうなるためにはやっぱり円高になるようないろんな経済状況っていうのが進んでいかないといけないということになろうかと思います。私は日本経済がですね、これから大きく、デフレからインフレに変わっていって大きく復活してくるということで、今年の株価はかなり上がるということを年初からずっと申し上げてきたんですが、今日 GDP の市地区の改定値が出てですね、年率マイナス 2.1 がマイナス 2.9 に、むしろマイナス差が広がってきたりとかですね、基本的にこのところ景気の指標を表す、日本の景気を表す指標はですね、どれもあまり芳しくない、個人消費を中心としてあまり芳しくない状況が続いています。企業の決算は市地区について、上期第2四半期まではですね、予想以上に良かったんですけれども、やっぱり個人消費は18ヶ月連続で、実質賃金がマイナスになっているということを嫌気しているということなんだろうと思うんですね。なかなか個人消費が盛り上がらなかったわけなんですけれども、ここに来てですね、この円高も手伝って輸入物価が落ち着いてくるということになってくると、日銀の植田総裁が言っていました第一の力、つまりコストプッシュ型のインフレですね、これがだんだん収まってきている。で、今いろんな労組がですね、来春のですね、春闘の賃上げの目標をどんどん発表していますが、何十年ぶりだとかですね、過去最高とかという言葉が並ぶぐらいですね、どんどん今そういった状況が続いています。この流れが維持されて、個人消費が本当の意味で失速しないうちにですね、実質賃金がですねプラスになってくれればいいんですけれども、結構日本経済、そこからそういう点から見ると、ややそのなんて言いますか、ギリギリのところで今踏ん張れるか踏ん張れないかっていうところに来ているっていうことは、あるのかと思いますね。で、今日の日経平均は一言で言うと、チャレンジングショックによる、円高によるですね、ショック安という形になりました。しかしながら、私は朝の YouTube 配信、生配信でも申し上げましたようにですね、今年の日経平均の終わり値の最高値である、7月3日、33,753 円ぐらいで終わった日の、為替って144円なんですね。今日の今現在の為替がですね、やっぱり144円程度だっていうことで、144円だと為替、日経平均がもう
ダメだっていうことには多分ならないと思うし、昨日瞬間的につけた141円台っていうのも実は8月7日今年のにつけていまして、その時の株価がちょうど今と同じぐらいの株価なわけです。今日の引け値と同じぐらいの株価であったと。まあ、今回のチャレンジングショックによる円高、まあ、今日の日経平均大きく売られたわけなんですが、一方でアメリカの方は、まあ、ナスダックが非常に強かった、まあ、AMD がですね開発した新しい AI の半導体がですね、ある意味 NVIDIA にも負けないぐらいの、まあ、性能を持ってるっていうようなこともあってですね、それからまたロンブと東芝の連合で、まあ、パワー半導体を共通で、まあ、作っていくっていうニュースが出ていたりとか、いいニュースもたくさんあったわけですね。今日日経平均大きく下げはしましたけれど、まあ、マイナス金利が解除される期待感もあった銀行株ですとか、まあ、あるいは空運だとか、そういった紙パあたりは産業種だけは上がり、そして下がったハイテク株もですね、それなりにしっかりした動きになっていたので、まあ、日経平均の見かけほどですね、相場の内容が悪いようには、まあ、見えなかったんではないかと。今日はですね、まあ、メジャー SQ だったわけですが、まあ、日経平均の SQ 値は 32,639 円57銭ということで、 SQ 値は昨日に比べて218円安ということになりました。トピックスの SQ 値は 2343.77 ということで、昨日に比べて 16.14 ポイントの、まあ、下げということになりましたね。日本の投資家、まあ、個人投資家の皆さんはですね、どちらかというとやっぱりここ数年間ですね、アメリカ株とかアメリカ株の投資信託、まあ、いわゆるグローバルの投資信託とか、そういったもので資産形成をしてきた方々が多かったので、まあ、アメリカ株が結構下がった時期でも為替が円安になったことで、まあ、円ベースで見るとそれほど大きなマイナスになってこないまま割と資産形成がうまくいってたわけなんですね。それがこうやって急速にですね円高に傾くとですね、ちょっとやっぱり心配になる方も多いわけ。まあ、これは実は去年の9月にも同じようなことがあって、まあ、151円94銭まで行った後ですね、まあ、為替大幅に円高にまあ転んだ時期もあったんですが、まあ、結局はまたそれから1年経ってまたずっと円安が進んで151円台まで来たわけですので、まあ、やはりどちらかというと資産運用という点からすると円安の方がいいねというふうに思う方々も多いわけですね。やっぱり円安が進みすぎると輸入物価がまあ上がってくる、あるいはエネルギー価格なんかもドルベースで考えると円安であれば当然まあ価格が高くなるということで、一般の家庭のパフォーマンスといいますかね、収入に対する支出とかそういった観点からすると必ずしも円安がいいわけじゃもちろんないわけですし、ある程度円高になったの方が、まあ、家計にとっては助かったりするわけなんですけれども、ある意味資産運用で成功してきてあらっしゃる方々っていうのは円安で成功しているっていう方の方がやっぱ圧倒的に多い。そういうことでですね、やっぱり今日のような円高が動いてくるとですね、円高に動いてくると、まあ、心配になってしまう、一緒になってまあ株も売ってしまうと、まあ、そういうようなこともやっぱり起きてきたんだろうなと。私は今日の為替がまあ極端に動いたっていうことで、まあ、ものすごくですね、もう滅多に起きないことが起きてるかに、まあ、見えるわけなんですけれども、まあ、ここをですね、そうですね、2016年ぐらいから見てもですね、今回ですね、起きた為替の動きっていうのは、前日の高値が147円33銭で、そしてその夜中につけた141円73銭というのが、あって、この値幅っていうのはですね、5円60銭の値幅動いたわけですね。こんだけの値幅、その高いところで安いところを取ってみても5円60銭で、これっていうのは2015年ぐらいから見て、まあ約10年弱で見てもですね、これぐらい動いたことって結構ありましてね、一番動いたのは2016年の6月24日に7円63銭、為替が106円63銭、一気に99円まで動いたっていうことがありましたね。で、2022年にも12月にもですね、これは137円47銭が130円58銭、日銀の黒田前総裁がですね、イールドカーブコントロールを動く、国債の動く幅をプラスマイナス 0.25 から 0.5 に変えたあの日ですね、あの日も137円47銭が一気に130円58銭まで動いているので、この時も6円89銭円高になっていて、だからその今日だけが特別ではなくて、こんなことはまあ割と
意外に割と起きていることなんですね。で、まあ私の記憶している限りでは、まあ、1997年の5月にですね、まあ、榊原ショックでですね、円高容認発言で一夜にしてあのドル円がですね、10円円高になったと言ったことが、まあ、記憶に新しいわけなんですけれども、いずれにしてもですね、今日がものすごく特別な日のように、まあ、感じてしまうけれども、まあ、実はまあここ10年間でもですね、まあ、結構同じようなことがあって、今日が一番動いたっていうわけでは実はないんだっていうことをですね、まず押さえておきたいっていうのは一つあります。今年の終値の日経平均の一番高かった7月3日の 33,753 円つけた日でも為替は144円だったっていうことを考えるとですね、今日はやっぱり為替が急速に動いたことによるですね、ショック安があったっていうことだろうと思います。で、むしろアメリカはナスダックなんかも強くてですね、株がしっかりしていたので、まあ、最終的には今日も、まあ、日本の株もですね、半導体関連案外強かったですね。スクリーンホールディングスなんかはまた高値を更新していましたし、東芝とのパワー半導体を共同で作っていこうということで、ロームなんかもですね、大幅高をしたりしていました。さて、今後の株価なんですね。動画の途中で失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。さて、今後の株価なんですね。まあ、私は前から200日移動平均線ぐらいまでの下げはあってもおかしくないということを、まあ、ほとんど毎日のように言っているんですが、その肝心な200日移動平均線というのがですね、実は毎日どんどん今上に上がってきてるんですね。それはなぜかというと、11月に猛烈に株価が上がったことが、まあ、大きな理由なんですけれども、今日の時点で200日移動平均線はですね、結構もう高くなってましてね、 31,112円99銭ですからね、あと1000円ちょっとなんですけど、これ日に日にこれ200日移動平均線上がってきておりますので、つい先日私 31,033円っていうのが200日移動平均線ですって動画で申し上げてるんですが、そっから見てもですね、もう80円ぐらい上に来てますんでね、これ毎日これ少しずつはこう上がってくるってことを考えると、日経平均の下値目処で考えている200日移動平均線にもですね、そうもう遠くなくなってきている。しかもこれ揉み合ってで、この辺で揉み合って時間が経てば経つほどこの200日移動平均線に近づいてきますので、そんなに大きな心配はしなくてもいいんじゃないかと実は思っていて、しかしながらアメリカの場合、この5回の利下げを織り込んでるってことが、まあ、リセッションにつながるのかどうか、この辺ですね。本当にリセッションになるっていうんだったら、今の株価っていうのはちょっとやっぱりややですね、はしゃぎすぎの感はなきにしもあらずと。いよいよ今晩、日本時間で22時30分10時半夜のですね、雇用統計、11月の雇用統計の発表がございます。今のところ非農業部門の雇用者数の伸びはですね、18万3000人という、まあ、予想が、まあ、一般的な予想になっていて、失業率が 3.9、 平均時給の伸びが 0.3、 前月比でですね、で前年比で 4.0 と、こういうまあ、予想になっています。前回ですね、10月は非農業部門の雇用者数の伸びは15万人、そして、失業率が 3.9、平均時給がの前月比が 0.2、 そして、平均時給の前年比が 4.1 という結果だったわけです。で、私はちょうど一月前っていうか、前回の雇用統計の発表の後にこの動画でですね、失業率に注目していて、これが 3.9 になったっていうのはとても大きいということを言ったことを、まあ、ひょっとしたら何人かの方覚えておいていただいているかもしれません。なぜこれが大きいかと言いますと、今年のですね、ずっと1月から見てですね、一番失業率が低かった数字が 3.4% なんですね。で、この一番低いところにプラスアルファ 0.5 以上の失業率の上昇が見られた場合に、かなりの、というかもう今までで言うとほぼ 100% の確率でその後景気後退に陥っているっていうのがありますということを、私だいぶ前から申し上げていて、先月 3.9 っていうのが出たので、
その前までは 3.8 が最高だったんですけどね、 3.9 が出たので、巷ではソフトランディングでむしろ全くアメリカン景気後退はありえないというふうな予想が多いけれども、失業率の数字を見ると過去の例でしかないといえばそれまでですが、必ずしもですねソフトランディング期待だけではない、リセッション懸念も生まれてもおかしくないってことを、実は前回の雇用統計の発表の後に皆様には私申し上げたわけなんですね。そして今週この数日間のうちに、まあ私はそれこそ5回も利下げ織り込むっていうのはソフトランディング、そういう状況をソフトランディングとは言わないでしょうと、そういう状況ってのはリセッションじゃないんですかと、そうすると金利低下で株が上がるっていうシナリオと、それとソフトランディングっていう話となんか矛盾しませんかっていうことを、まあここに来てですね、日本はまあたまたま円高っていうことで、まあ今日日経平均売られたわけですけれども、アメリカの場合は依然としてまだ強い状況が続いているんですけれど、いずれアメリカもですねこの矛盾でやっぱり株価がちょっと急落するような局面が来てもおかしくないなと実は私は思っています。でそのきっかけになるのが、ひょっとしたらですね、分かりませんよ、分かりませんけれども、ひょっとしたら今晩の雇用統計がですねの数字、これが思いのほかやっぱり予想よりも悪い、いやいいという予想している人もいるんで分かりません。一方でこの失業率ですね、これがですね 3.9 の予想がこれが 4.0 だとか 4.1 とか、まあならないと思いますが、まあもしなった場合とかですね、今度はやっぱりリセッション懸念っていうことが出てくるかもしれない。金利は下がるかもしれないけれど、でまあこのところ金利が下がっても、まあ、あんまりハイテク株が上がらないような今日あの状況が続いている中で、今日あたりは金利がむしろ少し上がっていても、 AMD の AI 半導体の開発等々でですねハイテク株全般に買われたっていうこともあって、結構アメリカのハイテク株強かったですよね。まあそれにやっぱり引っ張られて日本も今日は大きく下がった割にはですね、日本の半導体関連株は割と強かったわけなんです。まあ、いずれにしてもですね、日本のこの下げショックを受けられた方も多かったと思います。で実際ドルベースの資産、ドルでの投資信託、 S&P500 種の投資信託なんか、例えば三菱 UFJ 投信のですね EMAXIS S&P500 種のですね投資信託ですね、2兆9000億もね残高ありますから、やっぱり資産形成にですね、まあアメリカの株式 S&P500 種の、まあ、投資信託なんかを保有して、まあ儲けておられる方たくさんおられるんで、株価が下がっても為替の円安でもってですねほとんど損にならないで資産形成がやってこれたって方がとても多かったと思いますよね。したがってショックを受けられたと思いますけれども、これからはやっぱりドルインデックスの動きを見ていると、どん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 ドル高円安になっていくっていうことはもう今回のこの動きでもっておそらくはっきりしたもうそういう動きはない、つまり今後は大幅なドル高円安っていうのはもう望みにくくなったのではないかと私は思っています。やっとまあその動きが出てきたのかなと、ということになるとですね、少々円高になっても心配のないような投資をですねやっぱりしておくべきなんだろうなというふうに思いますね。まあ今日は SQ もあったので、まあ売買代金が4兆8300億円、まあだからだいたい SQ 分が1兆円ぐらいな感じかなと、そんなようなまあ見通しかなと思いますね。まあ今後の株価の見通しなんですけれども、まあアメリカ株にどっかでやっぱり今日の雇用統計なのか、まあ来週の FOMC なのか、まあ分かりませんけれど、どこかでやっぱりちょっとつまずくような局面が出て、トータルとしてはもう少しの下落があるかもしれませんが、まあ、その時がですね日本株まさに大チャンスというか、今日もう要するに個別の銘柄ではですね必ずしも日経平均に関係なくですねいい買い場になっているような銘柄もたくさんあると思いますので、ぜひともですねここから、まあ、日本株っていうのをですね下がってもアメリカは下がらないのに日本は下がってるからアメリカがやっぱりいいやっていうんじゃなくてですね、こういう時だからこそ逆に円高になっても日本人からしたら全然関係なくて、円高のが理由で日本株が下がるんだったら我々はそれは大チャンスなんだっていうことですね、そういうことを考えて投資していくということが大事なんではないかと、
まあ、私はそんなふうに考えています。 KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。